今日は、ワンちゃんの爪切りの仕方を伝授したいと思います。ワンちゃんの爪切り、お家で爪を切るの難しいと思うんですけども、ちょっとしたコツがありますので、お教えしますね。まず爪切り。爪切りはですね、ワンちゃん専用の爪切りがあります。人間の爪切りで切りますと、実は深爪してしまいます。ワンちゃんの爪切りはこういう風にですね、こう動く刃を上にしまして切りますと、こういう風になっている爪をこう切ったら深爪せずに切れるようになっている特別なものがありますので、こういうものを使ってください。じゃあまず爪切ります。目安はですね、岩手の手汚いですね。こういう風に見えますかね。爪、ワンちゃんの爪ってこうなんていうんですかね。こういう風にちょっと曲がってます。で、この中にこの白い部分は、爪なんですけど、この中に見えてるピンクの部分、これ血管です。ここを切ってしまうと出血してしまいますので、気をつけて。で、ただ岩手の場合は白い爪なので分かりやすいんですけど、黒い爪だと血管見えませんので、初めから思い切ってバシッと切ってしまうと血が出てしまうことありますので、まずはこのちょっととんがっているとこですね、これをこの動いている刃を上にまず一回バシッととんがっているとこを落とすつもりで切ります。で、こうするとここに角ができてしまいますんで、今度はこっちのできた角をカチッ、こういう風にして、こっちにも角できてますんで、それもこういう風に切っていくと、こうやって少しずつ少しずつ血管が浮き出てないかを見ながら、断面を見ながら少しずつ切っていきます。岩手はもう爪はしょっちゅう切ってますんで、これ以上切ると出血してしまいます。で、この爪をですね、このままだとちょっとこの角っこのところがちょっと痛いなっていう感じになりますので、こういうヤスリ、これをですね、押すのではなくて引きます。この角っこ、この出てる角っこをこのように、こうしていきますと、はい、丸くなりました。痛くないですね。こういう風にして爪全部切っていきます。で、皆さん忘れがちなんですけど、ワンちゃんの足こうある、ここにこういう狼爪という爪がありますんで、ここも忘れないようにしっかり切ってあげてくださいね。まあこういう感じで爪切り、本日はワンちゃんの爪切り伝授しました。